日系ペルー人、日系ペルー人、日系、ペルー人、スペイン語、ペルーアーノス・ジャポンゼス、英語ジャパニーズ・パービアンズは、日本人の子孫のペルー人である。ただし、ペルーの日系人といった場合、日本国籍を有する一世を含むこともある。また、日本等に居住する場合もある。長らくペルーの日系人口は8万人と言われて、きたが、この調査は、 数十年前に行われたものであり、しかも当時、ペルー国外に住む日系ペルー人は調査対象とはならなかった上、日本人との根血の人たちをあまりカウントしなかった。これらの事実と、その後の自然像を勘案すれば、現在の日系人口は数十万に達している可能性もある。日本人のペルーにおける最古の居住記録は1614年の リマッシュ人口調査の20人である。また、1608年、慶長12-13年に書かれた、交渉遺言状には、日本人、ミゲルデ・シルバの名が見える。シルバは通称であり、当該の遺言状には、日本国籍が明記されている。ペルー独立の際に、1821年に、ホセデ・サンイコール・マルティンは独立宣言の中で、奴隷制の段階的廃止 新たに生まれる奴隷へのこの自由を宣言し、サンイコールマルティンから独立戦争の主導権を受け継いし、モン・ボリーバルもそれを承認する立場にあったが、ボリーバルがペルーを去った後は、加藤支配層と大農園習の抵抗のため、実際の奴隷制廃止は1854年にまで遅れた。1854年にラモン・カスティーリャが奴隷制を廃止すると、 ペリューのコスタの大農園主は労働力不足に苦しむようになり、黒人奴隷の代替としてヨーロッパ人の移民の導入を始めたが、ラテンアメリカに向かうヨーロッパ人の多くは当時飛躍的な経済成長を遂げていたアルゼンチンやブラジル帝国に向かったため、ペリューに定着したヨーロッパ人はごくわずかとなった。そのため、ペリューの加藤支配層はアジアからの移民を求め、 1849年にコスタのプランテーションでの労働力のために大新帝国から中国人農業労働者の導入が議会で決議された。これにより、後日のマリアルス号事件のような問題を起こしたクーリー、クーリー貿易が始まり、25年間の間に約10万人の中国人がペルーに流入した。その後、ペルーと日本は1873年、 明治6年8月に非非、修行通商工会仮条約を締結した。これは、マリアルス号事件をきっかけとして両国が接触を持ったことを直接の原因として、条約交渉が弱地しものであり、南米諸国のうち日本と国交を樹立した最初の国がペルーであった。なお、この頃すでにペルーには太平洋を漂流中に外国船に救助され、 1842年にペリューのカヤオ港に連れて来られた、オワ国出身の長吉、十作、亀吉、伊助の日本人4名が暮らしていた。4名のうち、長吉は1860年頃にペリューを離れ、深刻経由で帰国したが、十作、亀吉、伊助の3名はペリューに残り、伊助は1877年、明治10年に、 故郷の愛知県知多半島の村に手紙を送っている。1874年にクーリー貿易は廃止されたが、その後もペルーのコスタの大農園主は農業労働力を求めた。そのことから、1898年、明治31年に日本の移民会社である森岡商会が田中定吉を代理人とてペルーに派遣し、翌1899年、 明治三十二年に森岡商会を仲介役としてペルーへの集団移民が始まり七百九十名の日本人が移民船桜丸で横浜港から太平洋を渡り同年四月三日にペルーのカヤオ港に到着したこれは南米への集団移民としても最も古いものであり新潟山口広島出身者が多かった皇族の移民では 沖縄や九州の出身者が増えていく。しかし、移住後の日系人には、コスタの大農園における言葉が通じないことによる、すれ違いや働き方や、生活習慣の違いのほか、重労働や、相次ぐ賃金の不払いなどといった劣悪な、労働環境から、移住者の約4割が入職から数か月たらずで、森岡商会の支店がある、かや港に戻ってくるといった事態が起きた。 加えて、マラリアや、チフスなどのフード病にも悩まされることとなり、カサブランカ高知では入職直後から病人が続出し、5から6月の間に40名の死者が出て、7月には、労働に従事できる状態にあったのは、226名中、わずか30名という割りだった。フード病や過労による死者は、入職から約1年半後の1900年10月までには、 124名にまで、膨れ上がった。そのため、移住者たちは、日本の外務省宛てに求情を訴える手紙を送り、外務省は在メキシコ公使館の野田義春初期生を、在今両時間付けにして、野田に各地の入植地への調査に向かわせた。その結果、移住者と農場主側の対立が予想以上に深刻であることが、判明し、 野田は移住者の全員帰国という結論を出した。しかし、700名近くの移住者を帰国させるだけの船がなく、苦肉の策として農場主側に待遇の改善を要求し続け、移住者たちにも今の状況を耐えるよう説得するという手段に出た。その結果、農場主側も待遇の改善に乗り出し、移住者たちもペルーの気候や風土に慣れ出したこともあり。 対立は収束へと向かった。そんな中でも、ペルーへの移民事業は続き、1923年、大正12年に移民契約が廃止されるまで、17,764名もの日本人がペルーへ移住することとなった。そんな中でも、蓄財に成功した移住者は、リマ首都圏に集中し、利用紙や雑貨店を営んだ。当初日系人は信用がなかったため、 銀行からの融資を受けられず、事業を起こすために、日系人同士の間で、頼もし校が整備された。1917年には、ペルー中央日本人会が結成され、1920年には、リマ日本人学校が創設されるなど次第に、日系人の組織化も進んだ。しかし、特定の職種に集中し、 ペリューへの居住を一時的な出稼ぎと捉えて、稼ぎの多くを日本に送金し、日系人同士で固まって、現地の住民と交流を持つ機会が少なかった、日系人は、ペリュー社会で反感を買うことにもなった。さらに、こうした事情とともに、1930年代に入り、満州事変などの影響によって、日米関係が悪化すると、それに伴い新米的なペリューの政府や、 加藤氏配層にも日系人社会への反感が強まった。敗日の機運は小屋事件により一挙に高まり、1940年5月13日から14日にかけてのリマ敗日暴動事件が発生した。日系人の経営する商店などが略奪を受け、216人の日系人が日本への帰国を選択した。1941年12月に真珠湾攻撃によって、 太平洋戦争が開戦すると、ペルー政府は集会の禁止、日本語新聞の発行禁止、日系人資産の凍結措置とともに、アメリカ合衆国の要請に応じて、約2000人の日系人を北米の強制収容所に送った日系人の強制収容。第二次世界大戦後、ブラジルの日系社会と同様に、ペルーでも勝ち組と負け組の構想が繰り広げられた。 その後1950年に太平洋クラブが結成され、1955年にはペルー中央日本人会が復活した。ペルー中央日本人会は1984年にペルー日系人協会に発展解消した。1990年に既存政党への失望から既存勢力との関係を持たない地位の中国人の意。ペルーでは、 東洋人一般を表すであることを歌ったアルベルト・フジモリの率いた変革90が大統領選挙に利し、フジモリが大統領になって不非ショックと呼ばれる新自由主義政策やテロ組織センデロルミノソを壊滅に追いやったことなどによってアラン・ガルシアが傾けたペルーを縦直とペルー社会において日系人の存在感は飛躍的に上昇した。しかし、フジモリ失脚後に 藤森政権の閣僚の汚職が明らかになると、誠実、勤勉、テクノロジーと日系人を表したポジティブなイメージは傷つくことになった。賛成以降の日系人の日本語能力は高くなく、多くの日系ペルー人は主にスペイン語を話す。ペルー経済の悪化の影響によって、1980年代後半から日本やアメリカ合衆国へ労働移住。 もしくは出稼ぐしたものが多い。2012年12月31日現在、日本では49,483人のペルー国籍者が在留外国人となっている。ブラジル、ブラジル国籍は193,571人に次ぎラテンアメリカ第二の在留人口である。平成22年時点で日本永住者も3万人を超えつつある。 ペルーはこれまで出稼ぎの送り出し国として知られている。80年代のインフレ、不況、高失業率、テロ等によって多くのペルー人が仕事と安心を求めてアメリカをはじめスペインやアルゼンチン等に移民している。海外には200万人超が居住。そして日本にも1990年の入管法改正を機に多くの日系人がやってきたのである。 10万人とされているペルー日系社会のその半分が2011年12月現在5万2842人の登録者日本で生活している。この数字は疑問視されているが理由として多く偽装日系人として入国した及び現在も2017年入国している者が既存もものの支援を受けながらの一部が在留特別許可という手続きによって 正規のビザを取得した場合や、日系人が非日系人と婚姻していることや日本で、出生た指定、年間平均500人も含まれているためである。いくつかの著名な日本のペルー人は、次の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。